はい、皆さんこんにちは、のぺんです。飲みながら寝坊申請やってきましょう。さあ、前回はこちら、いよいよ北条氏政との戦いが始まりました。で、何個かね、拠点取れましたね。現在織田家も北条を攻めてるので、私たちもね、それに便乗して北条攻めを続けていきましょう。よーし、行ってきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。今回はまずはこちら、大田原城を取っていきましょう。いくぞ、頑張れ。で、こっちの、飯の平城攻めの舞台はね、騎乗してよろしい。お疲れ様でした。よう頑張った。で、とりあえず、こっちの、寺池城のね、開発終わったら、どんどん前線の方に拠点を移していきましょう。さあ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 。で、初期町建設了解。で、ちょっとこっちの1400は待ちなさい。待ちなさい。そう、焦るでない。じゃあ次はこちら太田城の方も攻めていきましょうか。さあ、2つの拠点同時に攻めるよ。頑張れ。で、こちら寺池城の開発はまだ終わりません。じゃあとりあえずヒョロコ作って、はい。で、金がねえな。金がない、金がない。で、港建設、いやー、もうちょっと早めに行ってほしかった。で、こっちの、じゃあ腰ヒョロ少ない部隊は返しましょう。はい、お疲れ。18日で帰れるかな。じゃあ、はい、こう行ってこう行くか。はい、城を攻めます。よし、いけるね。さあ、で、国境紛争解決ですね。じゃあ港建設お願いします。金がなかった。能力もなければ金もない。で、兵糧もない。なんということだ。で、これで、じゃあ港建設、はいはいはい、始めようぞ。いや、マジ金がないな。はい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 。まあ、ここはちょっと位置作るか。で、こっちの方は開発完了、了解。オッケー。さあ、行けー。かかれー。で、あと、まあ、とりあえず、じゃあ、こっち農村作るか。はい、どうぞ。敵を打ち破った。さあ、どうだ。はい、大田原城落ちました。ナイスー。出ましたー。オッケー。で、敵掌爆。で、この方、投与はできないんで、解放しまーす。はい。で、ここはまあ、じゃあ、今度は、こっちはさすがに無理か。こっちの6000、あー、でも兵糧全然ねえわ。まあ返すか。いかがしましょう。無理だよね、無理だ。どうしても行かせたがる、うん、はい、じゃあ帰ってください。お疲れ様でした。ここですね。城へ戻ります。で、こっちも帰ろう。お疲れ。はい、城へ戻ります。この城を落とします。さあ、そして今度は太田城ですね。頑張れ。さあ、行け行け。さあ、腰兵糧ない舞台、いや、ちょっと行ってほしいな。頑張って頑張って。よろしいですか。あー、で、大田城の城主佐竹義重様が我らに降伏するとのこと。あ、はいはい、わかりました。じゃあ私が直々に交渉しよう。いやー、あっぱれでござる。そうですね、いや、交渉値200行きたいな。まあ、所領安堵で全然いいんだけどね。で、ちょっと家宝上げるとか。まあ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 、これ上げても全然、うん、お釣りが来るぐらいの武将。さあ、じゃあ5年でいいや。よしよしよし。じゃあ、これでいいでしょう。はい、佐竹義重、うち行きなさーい。お前の喜びにござる。さあ、大田城落としました。ナイス、素晴らしい、でかした。よう頑張った。やったー、佐竹義重来た。はい、で、聞かせてもいいですか。もちろん、お疲れ様でした。いや、だいぶ腰よりきつかった。じゃあ、今度はこちら、宇都宮城に攻めていきましょうか。どんどんね、織田が、うちに迫ってきてるんで、よろしいです。一刻も早く北条を滅ぼさなければ。やばいやばい。で、徳川もね、北条攻めてんだよな。やばいな。で、旧社の建設成功、ナイス。いやー、金がねー。破壊とかもやりたいけどな。国衆取り込みもやりたいし、もう金がない。どうしよう。さあ、で、はい、小児町建設成功、ナイス。いや、あとはそうですね。あ、大田城。そうだ。いやー、金がない。開発する金がね。畜生。何でもかんでも金かよ。で、はいはいはい、そうだな。で、論功交渉、はいはいはい、関係ないっす。で、そうですね、じゃあ太田城を、まあ、こっち考え水路でも作っておくか。はい、お願いします。はいはいはい、うん、で、寺池城の開発はどうなんだい。終わってる。まあ、もうちょっとって感じかな。よろしい。で、あ、はい、宇都宮城降伏でございますね。じゃあ私が直々に交渉していきましょう。よろしくお願いします。いやー、賢き判断ですよ。そうですね、まあ、この方もね、優秀なんでね。じゃあ、なんか狩猟でも。よしよしよし。じゃあ、ということで、はい、
宇都宮城甲府でございます。ナイス出ました。素晴らしい。ナイスナイス。オッケーということで、じゃあ帰還してください。お疲れ様。あ、で烏山城行けるとな。いやいいねいいね。行っちゃって行っちゃって、行っちゃえ行っちゃえ、行こう。で帰還してもいいですか。そうやね、星強度の少ない部隊は帰りなさい。で都市間、近藤義武、はいこんにちは、こんにちは。さあ行ってみよう。いやでももう織田家もやりたい放題だなこいつやめろ。はい、で新しい会員賜りました。行部卿でございますね。ナイス。で勢力目標維新を達成しました。パチパチ。で金銭25,000、素晴らしい。オッケー、ナイスキックバック。でそうですね、じゃあこっちまた商人町作るか。オッケーオッケー、よきよきよき、うん、であとはそうですね、商人町作りたいところ、あーじゃあレベルアップするか。いやー金が増えたからね。よし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 、いいですよ。この金をね無駄なく使っていきましょう。まああとはそうですね、あー初任町レベル3か、微妙だな。まあとりあえず士官と、はい、無槍重信、はあ難しい感じだね。であとはじゃあ援国投与かな。はい、お願いします。で引き抜きの方はこれ誰、あーなんか、うん、まあ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 いいでしょう。で商人町できた、早っ。商人町、じゃあこっち、はいはいはい、じゃあレベル2ね、お願いします。お、伊達政宗城主じゃん、ナイス。いいぞいいぞ、頑張ってんな。やばい、めっちゃ食われてるやばい、北条がもう本当にちょっと急がないと。で府中城落としましたね、ナイス。オッケー、よし、この府中城を大切に育てていこう。取り押さえた。オッケー、じゃあ全員投与。これより。さあで、全員来た。おお、やった。で、そうですね。まあ、帰還していいや、お疲れ様。うん。で、そうですね、あとは、いやー、ちょっとどこを取るかだな。まあ、とりあえず、小田城かな。じゃあ、ここを取りましょう。はい、お願いします。まあ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 、無理やり行かせるか。はい、OK、頑張れ。じゃあ織田城こっちに攻めさせるか、うん、はいお願いします。城攻めと行くぞ。じゃあまあこいつか、城を攻めます。でこっちの舞台はお指図願います。こっち行けないかな、森山城。城を我らのものとする。ちょっと無理かな、こちらに。いや、いけるいける、お前たちならいける。城攻めですか。こまあまあまあいいでしょう。 OK。 で士官ですね。はい、これは津軽武広。はい、こんにちは。はい、なかなか憎たらしい顔をしている。はい、烏山城が落ちました。ナイス、素晴らしい、やったー。で敵将爆、あーでこの方優秀ですね。東洋、まあダメか。はい、じゃあ解放しましょう。でまあここは騎乗していいで、ね、お疲れ。いやもう腰兵糧がきっつい。であとはちょっと回新しいのも欲しいな。じゃあお願いします。大倉、待って、なんか貝持ってんな、最上義昭。大倉、ああな、そうなんだ、へえ。じゃあお願いします。喜んでかかあれなんですよね、織田家の維新がもうめちゃめちゃ高いんで、少しでもね張り合えるようにしないといけないんですよ。織田家の維新1600、高すぎる徳川は500か。はいはいはい、まあ、やっと官位というか維新はうちが上回った感じかな。じゃあこっちの結城城はどうかな、攻めれる。いやちょっときっついのかな。まあとりあえずちょっと当たらせてみるか。お願いします、頑張れ。でここ武田勝頼が守ってんだって。で大型の台風が上陸したようです。うち大丈夫。めっちゃ通ってるやんけ。どういうことやねんこれ。やばいやばいやばい。うわー、河川氾濫してる。うわ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 、心得ました。はいはいはい、まあとりあえず織田の方もねだいぶ台風通ってたんで、喜ばしい。めちゃくちゃ荒れてるやん、やば。やばい、あと5箇所も。いやー土砂災害、心得ます。いやーみんな対応してくれ、頼むよ頼む、はい、いやーなんということだ。加害するよ、了解。 OK、 堤防決壊、はい対応、心得申した。あと3箇所やめて。であとはこっちのまあ森山城はいけるか。で桜城までがきっついな。とりあえず織田城なんとか落とそう。はい、みな、ふー城攻めを始めなさい。さあ我らが不甲斐なし、そんなことないよ。
縛りあーね、敵将爆、あ、よかった、誰か死んだかと思った。で、佐竹義久か、まあね、うちに義重がいるから、うちにどうだい、はい、オッケー、来た、ナイス、よしよしよし。で、オッケーオッケー、で、これで、はいはいはい、で、災害、はい、対策ね、どうぞ。まあ、対策というかね、まあまあ復興でございます。はい、オッケー、台風は怖いね、いきましょう。さあ、破壊オッケー成功、で、これで、落ちたか。さあ、で、勇気城も攻めるよ、オッケー、ナイス、落とした、でかした、ナイスナイス。で、じゃあ、あ、で、吉野部は捕まってんじゃん、じゃあ、投与。で、これで、吉野部は来たけど、あ、吉姫ちゃんは来ないんだ。どんだけうちのことを恨んでんだろうね。はい、解放します。いいよ。さあ、北条攻めラストスパートでございます。で、徳川の桜城攻めがどんだけかかるかにもよるな。まあ、一応私たちも攻めるか。よし、行きましょう。頑張れ。遅れるでないぞ。さあ、いけるか？ちょっとこっちきつそうだな。じゃあ森山城攻め、はい、お願いします。ついてまいれ、おかわりね、どうぞ。さあ、頑張れ頑張れ、いや、きつそう。で、こっち、はい、災害復興ですね、ナイス。さあ、どんどん災害が復興していく。いや、労力もあるんだよな。あとは、あ、こっち、じゃあ浄化方針ね。じゃあ、考え水路。お、よし、ノブ、ナイス。こっち、じゃあ、はい、商人町。はい、お願いします。はい。で、こっち、商人町ね。はい。さあ、どんどん、さあ、金を生むものを作っていこう。はい、商人町。はい。任されました。さあ、行ってみよう。で、この方が裏切った。はぁ、ふざけんな。このタイミングで今北条に願えてもしょうがねえだろ、こんな泥舟。城なぞ、ね、これまずいな、あー、ダメか、そう、もうちょっとやったな。さあ、で、災害復興、ナイス。で、どうだどうだ。さあ、勇気城落とせる、頑張れ頑張れ。まだ硬そうだな。こっち、はい、じゃあおかわりね、はい、どうぞ。さあ、どんどんおかわりしていこう。はい、こっちで、はい、オッケー、再建。で、災害復興ね。あ、そういえば、じゃあ、こっちの柿崎軍団にちょっと兵をもらおう。柿崎、はい、共闘してくれ、はい、お願いします、頼むわ。じゃあ、これ、うわ、上代じゃねえか。で、来ました、重篤牛種、こちらは足投げでございますね、ナイス、素晴らしい素晴らしい、よし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 、前線の勢力取り込めたのはでかい、いいですよ。で、今度はじゃあ、また商人町ね。いや、開発しすぎて金がね、いや、またなんかお金のキックバックねえかな。さあ、商人町建設 OK。 で、これは士官ですね、はいはいはい、 OK。 で、なんか申し出があるっていう話ね、何ですか、言うてみ。武勇48以下の武将29名の武勇を上げたい。あー、じゃあ、なんか稚魚あげるか。じゃあ、こっち、まあ20年ぐらいでどう。で、ちょっとお金もあげるか、まあこんなもんで。で、これで、はいはいはい、150までいきましたね、オッケー、ナイス、オンに来ます、いいですよ。じゃあ、去年頼むわ。さあ、森山城はもうちょっとで落ちそう、頑張れ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 、もうちょっともうちょっと、いけるいける、去るしかあるまい、佐藤だ、こっちも活性いける、まあ時短してもいいけどね。まあ、とりあえず策を及ばす。いやー、どうだ。さあ、で、森山城落ちました、ナイス、でかした、よし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 。で、じゃあ全員投与します、オッケー、やったー、おー、いやー、でも全員じゃねえか、それはそうだわ、はい、解放します。さあ、で、こっちはまあ騎乗していいでしょう、はい、お疲れ様。なんだったらね、こっちの桜城攻め、あー、もう大丈夫か、オッケーオッケー、はい、勇気城落ちました、ナイス、オッケー、北条の本拠地でございます、ナイス。じゃあ全員投与しまして、はい、で、これでどんだけ来るかな。9名は来ないか、まあいいやいいや、どうせ北条すぐ滅びるんだからね。あ、で、沢田幸村、あ、こっちにいるんだ、へえ、なんで。はい、解放、いや、うち来てほしいな。じゃあ、こう、はい、じゃあ帰還していいよ、お疲れ様。で、じゃあ、こっちの、
じゃあケマナイくんたちはこっちの造園お願いします。いやちょっと間に合うかな。まあいいや。で、はいはいはい、まああとはじゃあちょっと若い者たちに桜城攻め任せて。戦場へ。うわー徳川来た。なんでー。そうちょあの、小田さん、小田さんやばい。いや、真珠は嫌だ。いやちょっと待った。あと1ヶ月すれば停戦交渉。待て嘘でしょ。よかろう。ちょっと防衛お願いします。どこ来るって。うわ、森山城攻めようとしてんじゃん。引くわ。野戦となる。さあで、頑張れ桜城さえ落としてしまえば。で、あと1ヶ月経てば織田とちょっと交渉ができるから、それまで待てば。くるくる。はい、はい、桜城落としました。オッケー。油断も隙もあったもんじゃねえ。はい、北条家を滅亡させました。生け捕りとしたぞ。で、じゃあ全員投与します。どうですか。これより。で、宇治政たちが来た。で、座敷はなぜか来ない。なんで。あー、でも義姫ちゃんまた来ねえんだ。お前らなんか知らん。じゃあ解放します。オッケー。忘れません。で、沢田幸村も来たじゃん。おー、ナイス。でかした。まあでかしたなんだけど、問題はここよ。はい、じゃあここで織田家の信用が100人到達した。あ、もちろんもちろん。すいません、ちょっとなんか言ってやってください。このたわけに。お願いします。それで理解承知した。徳川家の危機の訂正については当家が責任を持って仲介いたす。ありがとうございます。よかった。もういいやつ。お前いい加減にしろ、この野郎。よかろう。仕方がない。わかった。こたびは主の顔を立て大浦家と停戦しよう。くー、あぶねー。なんて恐ろしい。で、織田家と引き続き親善再開しまして、まあただこれちょっと同盟ちゃんとできるかな。いや怖いな。いやちょっとここは最上家、ちょっと吉明にちょっと頼むわ。喜んでかかりましょう。いやー恐ろしい男。で、朝廷とはじゃあ大浦為信が、じゃああと2ヶ月頼むわ。さあ、ということで今回はここまでにしましょうかね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ヌベでした。さよならー。